今、愛に行きますは、市川拓司によるベストセラーのファンタジー恋愛小説。2003年に小学館より刊行された。通称、今愛。翌2004年に、竹内優子、中村主導主演で映画化された。2005年には、三村、鳴宮弘高主演でテレビドラマ化されるなど、世界の中心で愛を叫ぶと、同じくメディアミックスによるヒット作の一つである。 2003年2月27日、小学館から刊行された。2007年11月6日に、小学館文庫より文庫版が刊行されている。市川卓司公式サイト内で、作品の5分の1ほどが公開された。作品は市川自身の病気体験がベースとなっており、妻との恋愛やワイク旅行など、彼の実際の生活で起こったエッセンスが散りばめられている。 物語の舞台について、作中では全く描かれていないが、市川と妻は埼玉県に在住していたことから、おおむね埼玉県内である。ある町に住む愛を匠は、一年前に最愛の妻である身を亡くし、一人息子の友事と、つつましく過ごしていた。二人は生前身をが残した、一年経ったら、雨の季節にまた戻ってくるからという言葉が気になっていた。 それから一年後、雨の季節に二人の前に死んだはずのミオが現れる。二人は喜ぶが、ミオは過去の記憶をすべて失っていた。そこから三人の共同生活が始まる。2004年10月30日から全国東方系にて映画が公開された。同年5月に同じく恋愛小説を映画化してヒットした世界の中心で愛を叫ぶと同じ制作委員会によるもの。 主なロケ地は原作にも出てきた長野県の諏訪湖近くであるが舞台設定をどこかの町であるとしたいという理由から劇中では特に町名を全面に出しているわけではない。本当は長野県北を考えていたがたまたまちょうど良い灰工場や森が見つかったので選んだらしい。また場面ごとに県内各地から山梨県までまたがっており、 どこかの街であることを強調している。2005年に1月にハリウッド映画関係者向けの試写が字幕付きで行われた。その場に出席していた女優のジェニファー・ガーナーが感銘を受け、ワーナーブラザースにリメイク化を直談判、そのまま企画が通り、後にハリウッドでのリメイクが決定した。主演もジェニファー・ガーナーが務める。 B.E.With You の題で2009年公開予定だったが、映画が実際に制作されたとの報道はいまだにない。2018年に韓国でリメイクされた。放題は B.E.With You から今、会いに行きます。ソジソブ、ソン・イエジン出演。監督はイ・チャンフン。2005年7月3日から9月18日まで、毎週日曜21時から21時54分に、 TBS 系の日曜劇場でドラマ版が放送された。全10回。ただし、8月14日と9月11日は放送休止。初回と最終回は15分拡大して22時9分まで放送された。三村と成宮博隆が夫婦役で出演。息子役は映画版と同じく竹井翔が演じ、主題歌も同じくオレンジレンジが担当した。また、 2007年4月からハワイでも地上波放送局聞く TV で英語字幕付け放送された。英語でのタイトルは b e w i t h you。が高田康彦原作市川拓司でビッグコミックスペリオールにて連載された。2004年10月28日小学館から単行本が刊行された。基本的なあらすじは同じであるが記憶をなくした見ようと匠。 ユージが初めて出会う場所が森ではなく砂浜であることや、ミオの母が悪役として描かれるなど、原作や映画版の無造的な要素は消え失せてしまっている。反面、ミオが去ってから匠が免許を取り直したりユージがハンバーグを振る舞ったりなど、二人の成長がことさらはっきりと描かれている。が、川島綾、原作、市川拓司、脚本、い野陽子で、 女性セブンにて連載された。2005年、小学館から単行本が刊行された。基本的なあらすじは同じであるが、匠の職業が師匠、見弱えを描くことが好きだったことになっている。フロンティアワークス、2008年6月25日発売。JAN4 兆5801億4303万6662。ありがとうございます。